近所ポッドウォーク。こんにちは、ナビゲーターの牧です。金城学院大学のチームユキカが名古屋港水族館の謎に迫ります。内田館長のインタビューやバックヤードの映像、シャチのクーちゃんのパフォーマンスなど貴重な映像満載です。それではユキカちゃんにレポートしてもらいましょう。こんにちは、私は今名古屋港水族館に来ています。今日は普段見ることのできない裏側も見せていただけるということなので、早速中に入ってみたいと思います。今から内田館長にお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。名古屋港水族館の歴史について教えてください。歴史ですか。準備にね、結構かかりましてね、はい、最初南館って名古屋港水族館を大きく分けると南と北に建物が分かれるんですけど、南館の方は昭和60年ぐらいから、うん、もうすでにその準備が始まったんですね、うん、いろいろどんな水族館を建てようかっていうのがお話にずっとありましてね、はい、63年ぐらいにね、いろんな手続き、例えばここにこういう水族館を建てるために土地をいろいろ変えたり、土地の利用の方法を変えたりしなきゃいけませんけど、その手続きにというのも時間がかかって、建設工事が始まったのはね、昭和64年です。じゃあ、始まるまでに4年間は。そうですね、平成元年。ですから、4年間時間があったということは、どういう水族館を作ろうかという議論が非常にこう、やることができたんですね。だからそういう意味では非常に良かったと。それで、その終わってすぐにもう次の、シャチのプールを作る計画が少しずつ話し合われてきたわけですね。ですから非常に長い時間かかって、議論をしながら、作ってきたわけですね、平成8年、平成9年、10年、11年とこの北館の方のシャチのいるプールを作るのにそのぐらい時間がかかりましたね。3年間ですか、はい、で11年の11月1日にオープンしました。じゃあこの間ね、何周年目を迎えたんですか。そうそうです。何周年目11年ですから、12、13、14、15、16、5周年5周年目、はい、北館が完成して5周年になるんですね。さあ、ここで人気者のシャチのクーちゃんのパフォーマンスと飼育員の福本さんに飼育のお話をお伺いしましょう。詳しいことを飼育員の福本さんに聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。どのようなシャチは飼育されているのですか。はい、このシャチは名前をクーちゃん、で現在推定16歳の女の子のシャチなんですけども、もともとはですね、和歌山県にある海地町立藤原博物館のところで飼育されています。で、その和歌山県にある海地町立藤原博物館と名古屋港水族館で共同して研究をするということで、クーちゃんをこちらの名古屋港水族館に飛んできてこちらで飼育する。で、何のことを研究するかというと、クーちゃん女の子なんですね。で、ここには見ての通りクーちゃんはシャチ1頭です。ですから、人工授精の研究を種目にしてクーちゃんは飼育されています。それとあともう一つは、多くの皆さんにですね、やっぱりシャチという動物を見ていただいて、その迫力だとか、そんな生き物がいるんだよという感動を与えたりするのから、こちらの名前を申し上げるので飼育しています。ありがとうございます。こういう建物を作るっていうのは結構ハード面では、まあ、基本的な考え方ができてしまえば割とスッスッスッと進んでいくんですけども、どういう水族館を作るか、例えば水槽をどういう大きさ、どういう形の水槽をどういうふうにこう並べていくかとかですね、そういうのはやっぱり非常に時間かけて議論をしたりしていかないといけないですね。大変ですね。その前にどういう動物を飼うかとかですね、そういうことを考えていかないといけない。魚を決めてから水槽を決めるんですね。そうですね、だいたい飼う動物を決めてから水槽を、その動物をどういうふうに見せようかっていうことを考えなきゃいけませんからね。ですから非常に時間もかかりますしね、お金もかかるし、その、まあ、基本的な考え方としては、例えば A なら A という動物が予定に考えられる。